はいどうもこんにちは、みもりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが、あ、ちゃんとドラムロールも鳴っておりますが7.9 三日月さんです。いや、坂田ですよ。 7.9 あれ、坂田は三日月、あれ違ったっけ。7、いや、分からへんな。 7.9、 あ、ちょっと足りないのか。 7.9、 8、三日月ちょっと削りすぎちゃったな。満月80でしょ。803。違うっす、坂田ですから。坂田か。803呼んだんですか。呼んでない。じゃあ坂田来るでしょ。坂田呼んだんでしょ。うん、じゃあ坂田来ますよ。まあ来るか。そりゃそうでしょ。アツシ、はい。アツシって呼んだら普通に返事してくれる。返事もしますよ、それは。すいません、お願いします。お願いします。今回、実はですね、初なんですけど、我がクワカブの部屋にプレゼントが届きまして。え、どういうことですか。視聴者の方からいただき物がございます。まあ、っていうのも経緯としては、あんまり言ってないのかもしれないですけど、 Twitter の方で僕 DM とかで DM で連絡いただけたら、その質問とかめちゃくちゃ遅くなったりするかもしれないですけど返しさせてもらってるんで、コメントよりも本当に質問あったら Twitter の DM でやってもらう方が遅かれ早かれ連絡は送らせてもらえるようにはしてるんですけど、もしかしたらね、来すぎると。そうっすね、だいぶ遅くなっちゃうかもしれない。そう、まあありがたいことに結構溜まってたりとか本業の方でバタバタしてたりとかもあるんで、 M1 の1回戦とかも重なってたりしたんでね。特に僕ら一緒に出ましたね。出たね。同じブロックで、同じブロックで2人とも一応2回戦には出れるようになって、次2回戦が10月で、うん、それに勝てれば3回戦、ね、3回戦っていうね。そう、そういうのもあったりでバタバタしてて、あんまりほとんど返信も返してなかったり、 Twitter 自体にあんまり現れてないんですけど、でもそこに、まあ、一つ DM が来てて、はい、まあ、兵庫の方から、バルバル西日本からね、そう、ぜひこれ飼育してなかったら飼育してくださいみたいな、その、これいい種類なんでみたいな、この種類もすごい楽しいんで、そのぜひ飼育してくださいっていうので送ってくれて、それがこれ。すごい、はい、そう、段ボールで発泡スチロールでね一応生きてるか確認したんですけど。ってことはクワカゴを送ってくれたってことですか。そう。すごいな。ありがたいっすよね。そんなん紹介するに決まってましたよね。それはね、ただね、やっぱそのお互い個人情報を教えるっていうことになるからね、そこだけだよね。そうですね。難しいところは信頼関係が成り立ってこそですね。でもすごい丁寧な方で、俺よりも若いっぽくて、年下の方だ。年下の子で、わざわざ、いや、すいません、ありがとうございます。いや、本当ありがたいですね。じゃあ早速中身ちょっと紹介したいんですけど、はい、もうこのまま出していっちゃいますね。はい、何個か送ってくれてて。あ、何種類か。そう、その隙間に昆虫ゼリーとか入れてくれてたりするんですけどこれなんか、そう、まあ緩衝材みたいな感覚なのかな。これ可愛いですね、この昆虫ゼリー。こっちはよく見ますけどね、なんか三森さん家で。そう、オレンジ、まあオレンジのとはまた違うんだけど。あ、そうなんだ。そう、でもまあ一般的な。で、まあ、まず幼虫、こちら虹色クワガタの幼虫。赤ですね、赤色。僕持ってるのが緑なんで、そういうの真逆だよね、もう真っ赤レッド系の色になりやすい種類の幼虫を1匹。珍しいですか。まあ、その希少性で言ったらそんな高いわけじゃないけど、はい、まあ普通の虹色とは色がちょっと違うみたいな。持ってなかったっすもんね。持ってないね、俺赤色は全然。ただまあ赤も赤でかっこいいから、別に緑と掛け合わせてとかでもいいし、ちょっとこれから大事に成虫まで持っていかせてもらいます。そして次もこれも幼虫なんですけど、これね、カウピ細赤クワガタかな。確認しますわ。さすがに間違えるわけにはいかないもんな。聞いたことない。そうですね、カウピですね、カウピ細赤クワガタ。これそう、なんか俺が本当にやってなかった種類で、まあ、キクロ系っていうんですかね、そのまあ色虫かな、どっちかって言ったら。なんか系統で言うとパプア金色クワガタ、わかるかな。はいはい、わかります。とかちょっとまあなんだろう、色味で言ったら黄金虫的な、ちょっと色が綺麗な種類が、単純に言ったらキクロ系が多いんですけど、はい、それのまあメタル、オレンジはだから黒で言ったら、パプキンと虹色かな。虹色もキクロ系になるのかな、ちょっとそこちょっと曖昧なんですけど。だからほとんどやってなくて、持ってない種類ですね。そう、持ってない種類で、カウピ結構ね、ちょっと、ね、写真が出たらよかったらここに出すんですけど、出ない可能性もあります。写真がこちら。これめちゃくちゃ綺麗でしょそうですね。これね、まあちょっと顎がこういう感じで、そこに写真出るんでしょ。あ、そうかね、こういう感じで出て、こうまっすぐじゃなくてちょっとこういう感じの、ちょっとグネッとしてるんですね。そう、
ぐねっとしてる。で、色味で言ったらちょっと綺麗な、まあ緑に近いのかな、ちょっと金緑みたいな感じのやつだから、まあこれもね、成虫まで持ってってまあしっかり、まあ、成虫の姿もお見せしたいと思いますんで。飼育楽しいですよってことで送ってくれたってことですもんね。そう、まあやっぱね、綺麗だし、まあ、サイクル早いのかな。そう、もう本当に知らないから、メタルフェルとかそういうのがいるんだよ、はいはい、いろいろエラフス、ホソアカとか、いろんな綺麗な、そう、綺麗で、まあ、なんかね、どっちかって言ったらスマートな感じの種類が多くて、で、あと最後かな、最後、はい、キクロ系、大津系のキクロっていう、その、まあ、ちょっと頭でっかちな感じの種類、頭が特徴的なやつが、これ、あら、これ成虫なんですよ。これ成虫じゃないですか、はい、スペキオススホソアカかな。ちょっと出しましょうかね。うわ、こういう、え、まっキンキンじゃないですか。そう、こういう色のやつが多くて、頭がでかい感じの、うわ、これがめちゃくちゃ写真映えがすごいというか、でね、この触覚も長いでしょ、すごいな、綺麗だよな、マッキンキン。で、これサイクルも速くて、で、だから本当に俺ほとんど知らないから、でもブリードとしては結構、まあ、マットを片詰めで産卵セットするだけでも、まあ、産んでくれるらしいんで簡単なんですね、うん、まあ、比較的簡単っていう風には言ってくれてるから。これもやったことない種類。おお、おしっこかけられた。そんな飛んだんですか、おしっこ。映った今。いや、映ってないです。映ってたらちょっと見て。絶対映ってない。どうぞ。これもやったことない種類。おお、ほら、どこ、うわ、ほんまや、びっくりした。そんな飛ぶんですね。洗礼だ。ね、めっちゃ飛んだな。これめちゃくちゃ綺麗だよな。綺麗ですね。綺麗だし、かっこいいやだと。あ、色の、ね、あ、ここちょうどいいな、明るい。思ってるよりもパッと見金色ですよね。めちゃくちゃ金色。写真と角いいですか。うん、もうでかいっすね。体の3分の1は、まあ、ちょっと木に乗せてみたんですけど、うん、かっこいいです ね。メスもちょっと見てみる。あ、メスもいるんですか。そう、もうペアでぜひブリードしてくださいっていうことなんで。あ、ちっちゃい。ちっちゃい。もうでもこれも典型的な、そのキクロ系というか細赤系のクワガタもこんな感じ。本当にちっちゃいの。これでもう 最大級の大きさってこと。そう、もうこんなもん、本当にメスは。え、これじゃあペアリングというかね、できるんですか。あ、でも全然できる。これが、でもサイズはもうちっちゃい種類なんだけど。あ、そうなんですね。そう、これで、なんで、まあ、以降ね、ちょっと産卵セットはもうほんと微粒子マット、そのキメの細かいマットを固く詰めて、まあ、メスだけ入れようかなと思うんで、ちょっとちっちゃい、この中に一緒に同居させていっとき、で、ちょっと産卵セット組もうかなと思うんで、また次、多分、まあ、産卵セットはどうだろう、動画にするかわかんないですけど、その報告としてまた動画を上げさせてもらいますんで。わ、ありがたいです ね。ね、こういうね、こういう流れでキクロ系というか大津系の、まあ、スペキオススも一回ほんと昔やって一周させただけだったから、幼虫撮って、はいはいはい、ね、だからほんとに写真映えがすごいんだよ。めちゃくちゃかっこよく写真撮ってる人多くて、羨ましいなと思って見てたんだけど、こういう形でね、いただくっていう形になって、本当ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、坂田もね、僕も一応言っときます。ね、もう右腕だからな、八丸さんが左腕だから。あ、利き手どっちですか。俺、はい、右。あ、よかった八丸さん利き手じゃないもん、ね、さすがにもう手暴れまくる。最悪もんね、ほら八丸さん、それ写真撮る時も最悪ですね。あ、俺はしっかりやってる。八丸さんがね、帰省したらこんなことになるんですよ。いや、でも本当にこれ感謝すべきことですから、ありがたい。まあ、ちょっとしっかりブリードできるように頑張ります。失敗するわけにはいかないですよ。本当にありがとうございます。ちょっとまあ特殊な感じのいただき物だったんですけど、はい、一応僕もその事務所マセキに所属してるので、はい、マセキの事務所にあのお手紙とかだったら一応送っても大丈夫なので、よろしければね、お手紙お待ちしてますんで。生物だったりはね、ダメなんですけどね。そうですね、一応概要欄に載せてあるんでね、そう、来ないかなと思って待ってるんですけど今のところまだ02で、ついに言っちゃいましたね、自分で。そう、言っちゃった欲しくて。手紙欲しいですよね。手紙欲しい。何回かね、テレビで見ましたとかで手紙いただいたことはあるんだけど、やっぱり嬉しいですよね、手紙が、うん。まあ、だからツイッターの方もぜひフォローお願いしますっていうのと、質問があったら DM の方でご連絡
ご連絡をいただけたらなと思います。はい、ということで今回は、プレゼントをいただいたっていういただき物の紹介という形になったんですけど、まあ増収ですね、単純に増収なのでしっかりブリードできるように頑張っていきたいと思います。はい、今回は、虹色クワガタの赤とカウピホソアカクワガタの幼虫と、スペキオスス細赤クワガタの、まあ、ペアの紹介になりましたので、ぜひこちらの種類もかっこいいんでね、ぜひ、まあ、お値段もそんなに高くはないので5000円ぐらいあれば買えるのかな、わかんないですけど、なのでぜひ興味持った方はチャレンジしてみてください。ということで今回の動画は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ん？これ伝票。あ、そう、伝票なんだ。え、 ありがとう。うわぁ、ムツゴロウの可愛がり方。